みなこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ投資大会、今回なんですけれども、トヨタトピックじゃついに明日来るー。早速やっていこう。いやみんな26日になりますよ。皆さん準備はできてますか？いや来たね、みんなもう楽しみで仕方ないね。久しぶりの超無線キャラクターとなりますキット&ローが明日登場することを予定しております。あー楽しみすぎるね。みんなワクワクしてきたんじゃない？もう僕はワクワクが限界突破中です。いやもうほんと楽しみだわ。みんなでさ、どんなイベントになるか過去の傾向を見ながらワクワクしていこう。早速やっていこう。まずは明日終わるものを早速一緒に確認していこうよ。とその前、昨日ね動画出したんですが、アップデート情報のところで何個かね間違えて言ってたものがあったんで、そこだけ訂正させてください。すいません。特訓のところです。猛特訓のとこ4分の1が短縮されるんですが、僕はめっちゃ興奮してたのか4分の1に短縮されると言ってしまってですね、もうだいぶコメントでいただきました。ありがとう、教えてくれて。ごめんね、間違えてます。4分の1が短縮されるってことでね、すいませんでした。そしてもう一つ、4校のメダルをセットしてプロフィールのところがあるんですが、ロジャーは4校ではありません。すいません、こんなとこ別にいいじゃねえかと思うんですけど、一応ね変に伝えてたんで間違えてました、すいません。そしてミッションのところ、ダイヤどんぐらいもらえるのかっていうところでね、最低6個って言ってるんですけど、まあそのノーマルミッションクリアしたから6個なだけで、ハードもクリアしたら12個、プラスですねミッションの方に行くとハードノーマルクリアすると1個ずつもらえたりするので、最大で多い人は14個じゃないですかね。ただノーマルミッション、ハードミッションのクリア数によって変わってくるので、3つに1個しかもらえなかったはずだから、まあ最低でも12個、最高で14個、こんな感じじゃないか。すいませんでした。さあやっていきましょう。明日で終わってしまうのがワンピース23キャンペーン。ありがとうございました。ワンピースで23年のものが終わってしまいます。どうでしたか？ワンピースで超楽しかったよね。キータ&ローが登場したっていうのもあるんですが、そもそもね、もうワンピースデーってめっちゃ視聴率があった中でさ、すっごい大役になったわけでしょ。ゲーム部門を担当しましたバウンティラッシュは超ダッシュ祭という初めての公式オフラインイベントを開催し、無事に終わることができました。ありがとうございました。本当にありがとう、運営さん。そして全員プレゼントキャンペーンとかもありました。それがこちら、ワンピースで23回目記念プレゼントダイヤ配布50個。もう最高だったね。これワンピースで開幕するわみたいな感じだったじゃん。もうみんなねしっかりゲットしてほしいです。無課金の人は忘れずゲットしといてね。ガンガン行きましょう。 4.5 周年アニバーサリー記念キャンペーンオリンぶっかけ、こちらも終わってしまいます。ありがとうございました。いやマムみんな引いた人いるかな。いや結局ねローキットが登場してもマムの強さは変わんないんじゃないかなっていう僕なりの予想ではあるんですが、やっぱり強いよ。無条件で 1.5 位できる性能は強い。ローキット持ってますが、人がいても強引にダッシュできるっていうゲッター性能もあってね、かなり強いキャラクターになっております。まだ持ってなくて欲しいなっていう人、推しだなっていう人はぜひ引いてみてください。ただこの後ローキットが登場します。環境は青属性にだんだんと変化していきます。ここから変わりゆく時代の流れにダイヤを使いたいという人は、ここはオリンを引かず耐えておこうね。もしかしたら8月2巻が来たりとか、またね上手客が来る可能性は高いので、ダイヤを残しておくのがおすすめですよ。 4.5 周年アニバーサリー記念プレゼントキャンペーンでは、全員プレゼントダイヤ配布に加えてデイリーボーナスキャンペーンも来てました。それがこちら、ログインボーナス。最高、マジでダイヤ配布めっちゃあったよねこれね。30個ダイヤ配布むちゃくちゃ嬉しかったんじゃない？みんなまだゲットできてないよっていう人はね、ぜひダイヤまではゲットしておいてほしいですよ。あ、その他一緒に終わっちゃうの、ワンピースデーのログインボーナスも一緒に終わっちゃうね。これもありがとうございました。そしてイベントミッションも見ていきます。イベントミッションアイテム、ワンピースデー23年記念イベントミッション、よいしょ。そしてもう一個来た、 4.5 周年イベントミッション、よいしょ。こちらも終わってしまいますよ。まだやってないよっていう人はね、ぜひやっといて。僕あと1個だけ残ってるんだよね、アイテムチャンス5個使用するってやつ。これだけちょっと終わらせておきたいな、個人的には。あと 4.5 周年記念アニバーサリーの方ではダイヤ配布もらえる、ハンマーをもらえる、あとこういうね特スキル玉、これもちょっとゲットしといてほしいよ。この後さ、新挑戦キャラクターがもしね最低でも2体とか来るとしたら、こういう特スキル玉とかブースト玉、ダイヤとかねゲットしておいてほしいです。無課金の人はね見逃さないでゲットしといてね。そしてもう一個、イベントミッション、よいしょ。イベントミッション
ションの方は生成が27日前となっております。強化も27日だったっけな。なのでみんなこれ間違えないようにしといてください。プロメテウスメダルも燃焼状態すると体力が 2% 回復と。ペラメダルの方がちょっと強そうなんだよね。お宝ゲージが 80% 以上だと短縮速度が増加するってことでかなり強くなっております。さらに受けるダメージも減少ってことで欲しい人は結構いるんじゃないかな。ペラメダルは作っておいた方がいいかもね。ただ燃焼メダルの方でもさ、なんかこの後燃焼系のキャラクターが多くなってきた場合は使えるメダルになってくるから、まあ、持っといて損はないかなというメダルになっております。無課金の人もミッションだけクリアするために作っておくのもおすすめですよ。そしてラスト終わってしまうのが魚人島バウンティーベース。よいしょ、ネプチューン 4D が終わっちゃうよみんな。もしかしたら 4D に関してはさ、次のキッタンドローに対して強く出れるんじゃない。これゲッター出して緑出して状態異常入んないしね。そしてネプチューンに関してもさ、ディフェンダー性能いいじゃん、能力者に対して強いじゃん。いや結構いける可能性高いよね、緑キャラクターだし2人とも。ちょっとこれ期待してるよ僕的には。ただこれはね、頑張って引けっていうガチャじゃないから無課金の人はおすすめできません。ぜひ参考程度にしてくださいね。そしてラスト3ステップワンピースデー23開幕記念ガチャ、よいしょ。こちらのガチャはかけらがついてるよみんな。昨日さ、しれっとアップデートの時に来てたじゃん、この3ステップゲッタピックアップガチャ。これなんで今来んのって思ったんだけど、かけらついてんだね。僕もかけらだけ引いちゃったよ、100個ゲットしたよ。そしてワンピースで23の開幕記念ガチャの方でもラスト40個僕残ってるんで、これをね引いて終わっちゃいたいと思います。まただよっていう人はね、美課金者課金者の人はおすすめ、無課金者の人で台余ってる人でかけらない人は引いてみてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとね人に限るのでそこだけ注意しておいてください。さあというこんな感じで明日終了するイベントまとめでした。どうかな、一気にガラッと変わるね。かけらガチャとかもそうなんだけど、持ってないよって人はぜひ持っといてね。さあここから明日来るイベントまとめていこう。さあ続けていこう。いやまず明日来るのはさ、新超別件キャラクター登場よ。いっしょ、いや楽しみだ、マジでマジで来るよみんな。挑戦キャラクターキッタンドローが登場します。みんなどうですか、引きますか。推しだよって人は引いちゃうじゃない。なんだったら推しで無課金だよって人はさ、初めて課金するキャラクターになっちゃうじゃないの。ロウくんなんかさ、めちゃくちゃ人気なキャラクターイケメンなわけでしょ。あんなイケメンが登場しちゃったらさ、使いたくなっちゃうよね。もうみんなボンクだってロミちゃんにつけちゃうくらいから、キッタンドローが登場したってことで引いちゃう人も多いじゃないでしょうか。性能的に見てみるとやっぱりね、後から見ても強いわこれ。またね当日出す動画でも解説するんだけどさ、キッド&ローがね何が強いのかっていう簡単にまとめてしまうと、敵がお宝エリアにいるのに無視して旗ダッシュ握ることができるし、お宝ダッシュしてるときはよろけずダウンしなくなるわけだから、つまり吹っ飛ばしのスキルだけ避ければいいのよ。吹っ飛ばしの性能を持ってるのってさ、まず敵の旗にいるマムでしょ。マムのメーザー砲とウルゴラだよね。まあ基本的にゲッターで旗にいることっていうのは少ないと思うから、メーザー砲のあのでかいモーションだけ警戒してジャスト回避をしてまた旗握れるわけ。強くない？これおでんとかカイドウとかだったらさ、今だったら旗ジャス回してまた旗出してから自分が握んなきゃいけなかったんだけど、それやる必要がないから強引に旗握れんだよね。めちゃくちゃ強いでしょ。その他防御力がアップするよとか、遠距離ですよとか、タック性能だから2人で変われますよとか、いろいろあるんだけどさ、何より強いのはその敵がいても旗ダッシュができて吹っ飛ばしだけ警戒すればいいっていうゲッター性能なんだよね。これがあるから無理やり旗ダッシュできるわけ。しかも体力が 70%以上だとダッシュ速度 50% 増加するっていうのもあるから、かなりねゲッター性能としても優秀です。タグメダルをつけてね、メダル3個100レベルになったら一気に化けるキャラクターなんじゃないかなと僕は評価してます。マムに対しても対抗できて旗ダッシュできるということでかなり強いんですが、マムの 1.5 ゲージが対抗されているかというと、まあちょっと微妙な感じはあるよね。だって実際にマムはそのキット&ローが攻めてきたところを一回捨ててさ、違うところの 1.5 に行けばいい話なだけだから、キット&ローが最高に対抗してるかというとそんな感じはしないね。まあスキルの攻撃を駆使台にはなってくるって思うんだけど、キット&ローがマムから旗ダッシュできるようにできてるだけで、マム自体が KO されてやられるかっていうのはちょっと疑問な感じがするね。ただキット&ローのスキルの攻撃力とか性能面、そこに関してはねまだまだ出てないことばっかりなので、当日楽しみにしておこう。ワクワクだねこれ。でそんなキット&ローの確定数なんだけどさ、ゼファーが1900個、シャンクスが次3000個っていう風に登場してたってことで、去年の傾向的に言えば8月より7月のキャラクターが少ない傾向にあります。8月のね挑戦キャラクター期待してるっていうのもあるんで、7月このキッド&ローはゼファー並みの1900個、2000個、2500個以内では確定するんじゃないかな。うん、
僕はそんな感じがしてるよ。あくまで予想なんだけど、過去の傾向をもとにしたものなので、ぜひ参考にしてほしいです。無課金の人はね、できればギリギリまで耐えてほしいかな。引くの8月に挑戦キャラクター来るとしたら、その前日に生配信とか行われる可能性が高いです。特にね、次の更新が8月23日の予定なんですよ。キットアンドローはね、もうすでにイベント更新で8月23日っていう風にね、予定としてなんだけど、ガチャの期間が提示されてます。となってくると8月22日に生配信が行われて、その時にね、次の挑戦キャラクターの性能とかできたりするかもしれないので、その時に初めてね、どっち引いた方がいいかなとか、耐えてもいいんじゃないかな。そこまでギリギリ考えてほしいっていうのはあるけど、やっぱ我慢できないよね。無課金者、課金者の人はぜひ狙っていってください。無課金者の人はよく考えてね、マジで。その他、明日来るイベントまだまだあるよ。みんなボスバトルイベントよいしょ。今日ボスバトルのイベントの更新がなかったので、明日チャレンジバトルでボスバトルが来ることはどうこうでしょう。もうすでに予告されてるんですが、ボスバトルではオリンとカイドウがね、2人でタッグになって破壊っていう技を打ってくるらしいです。これドロケの無敵とかに突っ込んでさ、クリ属性から吹っ飛ばなくなるアッシュラとかで耐えて一発で戦いに行けたりとかできるのかな。原作再現できちゃったりして、ちょっとワクワク止まんないんですが、ボスバトルイベントに関してはみんなでね、参加することができるので、ぜひ楽しんでいこう。みんなワクワクウホウホだね。そして無課金者の人は、このボスバトルイベントこそ絶対やってください。マジでやって。僕無課金者の時にどうやって強くなったかっていう動画をね、紹介してる通りなんですが、ボスバトルイベントでかなり強くなりました。ボスバトルイベントっていうのは、参加すればするほどね、キャラクターのかけらっていうのがもらえるのよ。いつもだったらさ、なんかコインとかバトルポイントとかさ、そんなんしかもらえないんだけど、リーグとか潜ってもね、かけらもらえることって少ないじゃん。だけどボスバトルイベントは絶対もらえるんだ。で、そのボスバトルイベントで潜れば潜るほどもっともらえるんだ。最初の方はかなりクリアしやすくなってるはずなので、ボスバトルイベントは周回できると思うんだよね。なので、リーグにたくさんまずは潜ってチケットをゲットして、そこからボスバトルイベントに参加するようにしてみてください。お宝チャンスとかがあってね、かなり参加しやすくなってると思うので、学生の方はこの7月8月の2ヶ月間だけでも少額でも課金してみようかなみたいな感じで考えてみてもいいと思うよ。7月8月はできる時間が多いくなると思うし、楽しめる幅も広がると思うので、ぜひこの夏でもバウンティラシーのめり込んでみてください。まあ、ただね、歯止めが効かなくなっちゃうとあれなので、親と相談したりとかして決めてみてね。いや、楽しみになってきたね。まあ、そして気になってくるのはまだあります。タイヤ入るよいしょ。やっぱり気になっちゃうのタイヤ配布だよね。挑戦キャラクター登場するってことなので、ダイヤ配布も気になるところでしょう。去年のゼファーに関しては、生配信での配布に加えてログインボーナスでの配布もありました。ログインボーナスの配布の方ではむちゃくちゃ配布されてたんだけどさ、今年も配布期待したいよ。ログもね、何個配布されるかな。すでに先行で220個配布されてます。その他で配布されるとしたら、ログもで50個とか100個とかワンチャンあるかな。いや、100個くらい期待したいよ。タナピー、マジでお願いします。 4.5 周年感謝イベントになると思うので、 4.5 周年感謝記念ダイヤ配布50個とかそこら辺もあるかもしれません。ダイヤ配布に関してはいろんなね、方法で配布される可能性があるので、みんな見逃さないでください。無課金の人は今から貯め始めて5周年まで貯めるのもいいと思うんで、そこはね、相談してみてね。その他、イベントメダル系の実施、これも期待してるよ。みんな、次来るのってうち入りのローキットなわけでしょ。ワノ国編でしょ。ワノ国編のイベントメダルって、みんないろんなのあるじゃん。結構強くない？イベントキング、イベントカイドウ、こういうタク最強だよね。吹っ飛ばし系の飛び六歩、ウルティとかもある。ジャスト回避のトリケラトップスもある。スキル1使えばスキル2短縮だっけ。サーベルタイガーもあると、かなり使えるイベントメダルが多い傾向にあるのよ。ワノ国編でございます。得意属性に対して強いレッドロックルフィのメダルとかもあったっけ。いや、楽しみだね。次、ワノ国編の挑戦キャラクターってことなんで、おそらくね、イベントメダルも来ると思うんだけど、これ来たら熱いよ。マジでお願いします。むちゃくちゃ強いのお願いします。デバー登場した時は確かフィルム Z ゾロだったよね。あとチョッパーだったんじゃないかな。吹っ飛ばすとスキル1短縮されるってゾロメダル、あれ結構良かったよね。シャンクスとかにも使えたよね。今回も期待しとこう。みんな、いや、ワクワクだねマジで。その他、最後になりますが、未課金者課金者の人はちょっと期待しておいてほしいのが、かけらセール、よいしょ。
バウンティラッシュでは美化金者課金者向けにリーグ昇格セールっていうのがあります。そこでめちゃめちゃ期待しておいてほしいのが B プラスリーグ昇格セールなんだよね。 B プラスリーグ昇格セールって星4のかけらが200個ついてるわけ。この200個ってめちゃくちゃでかいでしょ。の割には1500円とかそんぐらいで買えちゃうイベントなわけよ。これね1回しか買えないし定期的にしか登場しないんです。8月の挑戦キャラクターの前の7月挑戦キャラクターですから、かけらを配布するキャバ性登場してくれても嬉しいよね。僕的にはあるんじゃないかなとちょっと思ってるんですが、もし来たらねぜひ買うことをお勧めしますので、はい、よかったら引いてみてください。来たらいいねこれはね。いやワクワクは止まんないよマジで。はい、ということでここまでが明日のイベント全部まとめていったものなんですが、もうねすでに公開されたのが2つあります。もう来ちゃったよみんな。やっていこう。その一つがこちら、先日のワンピース23で発表されました超戦キャラクター鬼ヶ島決戦、キッド&ローに加えてもう一人参戦するキャラクターがいます。みんなで当てよう。誰これ、誰、もう新キャラクター来るって。みんな楽しみだね本当に。キッド&ローに加えてもう一体来るキャラクターのことを抱き合わせキャラクターと呼んでるんですけども、この抱き合わせキャラクターというのが来ることは決定しました。超無線キャラクターではなくてフェスゲンキャラクターが工場キャラクターにはなってくるのかな。まあこれ前だったらビッグマンの時にカタクリが出ててフェスゲンキャラクターでした。シャンクスの時もフェスゲンキャラクターでベックマンが登場してたので、今回もおそらくフェスゲンキャラクターの誰かなんじゃないでしょうか。みんなこれ誰だと思う。シンキングタイムスタート。はい、終わり。キラーなんじゃないでしょうか。どうですか、個人的にもキラーかローソンかは見たくなんですけど、まあ、キラーなんじゃないかなと僕は思ってます。いやキラーどんな感じで出てくるんだろうね。カマーなんたらってやるじゃん、あれちょっと楽しみだね。まあ、工場の配布会で最弱と呼ばれているキラーがフェスゲンキャラクターになりどれだけ強くなるのか楽しみで仕方ありません。明日登場予定です、ぜひ楽しみにしておきましょう。どうなってくると気になってくるのはガチャだよね。ベックマンシャンクスの時みたいな感じで登場するのは3000個みたいな感じの確定数になってくるのかなと思うんですが、これでさこのキャラクターとも間に挟んで当たるようなガチャになってくると思うから確定数ねちょっと高くなると思います。みんなダイヤないよっていう人はねしっかり貯めて確定できるまで待った方がいいかもしれません。そして次に行きましょう。今日来たイベント2つ目がミラティブ配信ダイヤ配布、よいしょ。これ結構ねやらないっていう人多いんだけど30個最大ダイヤもらえるんだよね。まあ、ただこれね結構ミッションの難易度が高いで有名なのよ。何日間かな、1週間だったっけな、頑張らなきゃいけなくて、なんかね確かにコメントをしたら1個もらえたりとか、それが何日間も連続でやんなきゃいけなかったりとかっていう感じでちょっとね難易度が高いんです。なのでミラティブっていうアプリをやってる人はいいと思いますが、それじゃない人はねちょっとやってみてもいいけどちょっと難しいかも。うん、ミラティブやってる人にはすごいいいダイヤ配布なのでしっかりゲットしておいてね。ますます明日が楽しみになってきたよみんな。さあみんな見てくれてありがとう。ここまでどうですか、明日のイベントだけども超期待できるじゃん。とりあえずまずは無事に超無線キャラクター実装されてめちゃくちゃみんな楽しめることをお勧めします。7月26日水曜日盛りだくさんのイベント甲子園でみんなうほほ止まんないぜ。見てくれてありがとう。次の動画でお会いしましょう。ではまた。